はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。こっちかレンズ。こっちか、ここか、ここか。新居にやってきました。今日はですね、新居を紹介していきたいなと思ってます。家具搬入全くありません。備忘録ということも含めて見ていきたいなと思っております。ちょっとカメラ切り替えます。はい、というわけでこちらが玄関でございます。はい、特にですね、変わり映えはないですね。そして前回ちょっと嫌だなと思った段差。今回も。あ、ちょっと前回よりも高さあるの。気持ち、やったーで、ちょっとおしゃれなですね、模様ですね。いいですね。まあ、ただ汚れそうだな。下に物置きがありまして、はい、ウォークインクローゼット。ただね、前回よりも少しサイズが小さいです。見ていきたいと思います。はい、こちら、こんな感じで、広い感じになっております。はい、こんな感じでございます。で、これ何なんでしょうかね。初めからついてる備え付けのものなんですけども、ありがとうございます。ここが入り口で入ってきましたからの、ドアが3つですね。さあ、あなたはどのドアに入る？ではこっちだ。はい、こちらがトイレでございます。あ、いいですね。この、なんだろう、あんまりここガチャンっていかない。前回こう行ったのにいかないですね。はい、そしてトイレでございます。はい、で残念ながらね、自動点灯ではございません。スイッチはここにあります。はい、自動式これ変えれないかな。帰れそうな気もするんだけど。はい、そして荷物置き場、おし、ある程度サイズがありますね。で、壁紙と、あ、いいね、ちょっとシルバーな感じで。で、トイレはまあ前回ともほぼほぼ一緒でございますね。こんな感じでございます。前回と変わらないですね。はい、でトイレとペーパー、あ、こっちについてる、右側の端についてるんだ。へえ、コンセント外れてんで、これちょっとつけときます。お、なんか光った。なんだこれ、これ何、これ何、これリセット、とりあえずつけときます。とうとう、はい、うお、なんだなんだなんだ、あ、こいつのやつか。え、大丈夫。はい、お、なんだ、初めて聞く音にはびっくりします。はい、そして手ぬぐいはこちら側についておりました。はい、次またスタート地点に戻りました。次は左コーナーに行きたいと思います。はい、オープン。はい、こちらは、あー、怖いホラー映画でございます。ひー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 、まあ電気があるんですけどね。はい、というわけでこちらでございます。洗濯機を置くスペースでございます。多分入るでしょう。今回ですね、取り付けは自分でやりたいと思ってます。続きまして反対に行くと、はい、ドレッサーシャンドレでございます。つけますね。はい、おお、いいですね。千鳥暮らしなんですけども、2つついてるのなんか気になるんだよな。前回はここカパッて開けたんですけど、今回収納がないのでどうしようかなと考えております。これ外れる？ちょっと怖い。スタートでやる。こちらシャワーと普通の水出すことができます。ちなみに今は水が通っておりません。通ってる。あ、もう通ってんの。あ、通ってんだ。ちょっとちっちゃい。いいね。はいはい、お、前回と比べてめちゃくちゃちっちゃい。で、洗面台のこの周りは前回と比べて多分広がっておりますね。このボンパッキンちょっとガードしときたいなと思ってます。そしてこっち、これ絶対嫌だな。なんか対策したいね。ここ水絶対飛ぶじゃん、ここ。はい、というわけでこちらでございます。はい、まあ、洗濯物を置くスペースということですね。ちなみにこの段差は、お、変えれる、よかった。歯ブラシはまあここに今見栄えが悪いけども置くとして、まあ、ここにタオルとかね。で、ここおしゃれポイント。何これ、石の首輪ですか。何かと思ったけども多分タオルかけるやつですね。ありがとうございます。続きましてこちら風呂場でございます。こちらも変わり映えはございません。ライトはこちら、オープン。あ、こっち側が反対だった。ほぼ前とほぼほぼ変わらないな。そしてちょっと縦に長い鏡。え、前回なかったぞ。これ何、これ。この風呂場で乾燥ができるというあれですか。で、風呂場はまあ前回とほぼ変わらず、追い焼き機能はありません。たぶん風呂入らないでしょうね。で、この辺もまあ前回と一緒ね。あ、これなんか、これ今の家にあって、これ何かなと思って、これか、ここにつけるやつか。危ね危ね、よかった気づいて。はい、綺麗でございますね。ありがとうございます。撥水コード発見なの、テカってるの。はい、あとこれですね。これ何、あ、おお、あ、うん、磁石がなかった。なんだこれ。え、あ、磁石か。やべやべやべ。あ、こうか。上からこうか。でも外したとしてもこれ超ダサいよね。ちょっと待ってくださいね。で、シャワーは、2段階置くことができます。照明はこのままでいいかな。はい、節電します。こちらも節電します。レントライトどこ、ここだ。コンセントは1個ね。さあ、そしてまたスタート地点に戻りました。ここからが本題でございます。では新しい新居へどうぞ。待てよ、ちょっとこのちょっとね、3つね、光が漏れてる感じ、期待感が高まる。では、あー、この触り心地が最高。では行きます。オープン。
じゃじゃじゃん。はい、すぐ、おお、声が響く。いきなりキッチンでございます。なので、あまり機会はないかと思いますけども、ここで料理をしているときに、ここにドアを開けると、ずっと待っていきます。おお、危ね。気をつけないと。レンジでございます。プロパンガスでございます。まあ、2つでもう十分ですね。で、これ、かなり焼き。綺麗ですね。ここから開けていくか。はい。はい。あ、もう前回ともほぼほぼ一緒だね。お、広くてよかった。そして、あ、こっちも、ここにね、米入れてるんだよ。で、ここ、まあ、もう残、全く一緒。全く一緒。ありがとうございます。考えなくていいね。そして、ここに箸入れてた。あー、いいね。こちら、水道でございます。細めになりましたね。水も出ると。はい、ありがとうございます。ここね、ちょっとね、綺麗にしてるので、これがね、びちゃびちゃなんで、ちょっといろいろ考えていきたいなと思っております。はい、ここ。ツルツルですね。で、ライトがね、かっこいいんですよ。なんだろう、正方形にピシッとした感じになっててすごい気に入ります。そしてこのレンジフード、これもねほぼほぼ一緒ですね。ここちゃんとフードを買っていきたいなと思っております。まあ、ここもね前回の家と全く一緒。あ、でもこれ逆開きでした。こっちから開くと、ここに確かにゴミ袋を入れてたね、前回ね。ここにグラス類を入れておりました。全く一緒ですね。という感じですございますね。はい、こちらがキッチンでございます。まあ、狭いといえば狭いんですけども、全然 OK です。そしてこのね、床じゃないよ、壁、なんか凹凸があっていいですね。まあ、ただここで料理を作ってる時にこっちからこうやると吹っ飛ぶんで、扉逆につけてほしかったなという感じですけども、まあよろしいでしょうか。で、ここは、はい、冷蔵庫の置き場所がねここなんだよな。まあ、でも部屋のサイズ的にここか。前回のワインレッドの掃除機を持っていきたいと思います。コンセントの位置は高いです。ででん、なんだこいつは、こいつは何なの、これ何、ちょっと使い方わからないんです。多分説明書ついてるので後でよく見てみたいと思います。ちょっと見てこれやばいでしょ、ホテルやないですか。はいはいはい、なんかやばい。とりあえずライトとこの時計、あとなんだろうこれ、なんかわかんないけどもめちゃくちゃおしゃれです。これどうなってるの、鍵借りて今1時間もしないんですけども、落として割れたら便所なんでやめときます。そしてありがとうございます。これも前回とそこまで変わらないですね。で、ライト、コンセントがありまして、ここです、ウォークインクローゼット1、はい、左右どちらからでも開けます。最高です。はい、はい、というわけでウォークインクローゼット1でございます。監督めちゃくちゃ服があります。200着以上ありました。なので30着ぐらいしてました。ここに物が置きまして、そしてここ窓がついております。網戸付きです。そしてこれ何、これ多分ここで腹筋しろじゃないよね、洗濯物を乾かすのかなと思っております。そして愛新品のエアコンでございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗でございますね。おお、空間としてはここがね一番広いという状況でございます。はい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 、謎なテーブルがございます。こちらも備え付けでございます。見ていきたいと思います。ここもね、物件選びの時に、いや家具っていうかもうこれくっついてるね、めっちゃ声響く。はい、こちらに、収納できるスペースがございます。はい、ありがとうございます。他多分メインディスクになるのかな、ちょっと汚れてるな。これさっき拭いたんで棚取ります。右にあるのがインターネットですね。そして上に行くと、はい、これも備え付けでございます。ありがとうございます。はい、ここなんか物が置きますね。はい、こちらウォークインクローゼットボリューム2、下に物を入れているのですいませんけどちょっとごちゃっとしますけども、はい、というわけで2というわけで同じものがもう一つございます。ありがとうございます。まあ、ここはね特に変わり映えないのでさらっといきたいと思います。そして嬉しい全身鏡がついております。ありがとうございます。全身が見えます。そしてまた謎な棒ですね。こちらが多分4畳かなというわけでこんな感じでございます。ここにライトもつけれます。そしてこちらフィルターつけれる、でコンセント、そしてここも同じく物を収納することができます。というわけで全体図がこちらでございます。こんな感じでございます。もう部屋の作りがね刺さる、とにかく刺さる。
はい、というわけでですね、監督ラボ新しい新規を紹介させていただきました。どうでしょうか。前回はね、バージョンアップした点、ちょっと下がってしまった点がいろいろあるかと思いますけども、これからですね、この動画を通していろいろと紹介して備忘録として残していきたいなと思っております。チャンネル登録1000人頑張っていきたいと思います。今700人、あと200人ちょいなんでね、本当に頑張っていきたいなと思っております。ここの、ね、場所を使った動画もですね、これからどんどんと作っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次のところで会いましょう。ちなみにですね、新居にあたって、こんなことをやった方がいいよっていう動画をね、これから作りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ですね、進んでいきたいなと、進んでって何をするんだよ。はい、まあ、2つで結構もう十分ですね。モニター、んモニターですね、違う、モニターイヤホンでございます。